森田愛子は、福井県堺市三国町出身の俳人、高浜巨子の社生文、虹のヒロインとしても知られる。1917年、三国港で海鮮丼屋を営む豪商、森田三郎衛門と田中義の娘として生まれる。三国の芸者沖屋の娘である田中義は、名義と言われ、18歳で森田三郎衛門の側室となった。二人の間には、 長男竹を、長女俊子がいたが、二人とも溶接している。森田愛子の父、森田三郎衛門は、銀行業や森田農園を営み、運送会社、味噌、醤油醸造も手掛けていた。父も俳句に親しんでおり、句が残っている。愛子は、森田本家の父母や兄弟にも可愛がられ、裕福で、何、不自由ない少女時代を送る。1924年、 三国北尋常小学校へ入学する。最色兼備で尋常小学校を優秀な成績で卒業した。尋常小学校6年の時には学業優秀等の症状を受けている。1930年、福井県立三国高等女学校に入学。1933年、16歳の時、陸軍特別大演習の際の天皇。 芸家法芸家に応募しに等入選する。女学校時代の友人によれば、愛子の性格は温厚で人当たりも、よく誰からも慕われており、価値気であったという。学芸会では、劇、女学生生活において、とろいめらいを踊る。愛子は、音楽や踊りが得意であった。愛子は、だるまや少女歌劇の衣装部より借りたドレスを模して、作った白羽二重のドレスを着て踊った。 聴衆からは好評で、簡単のため息が漏れたという。また、劇中のダンスでは、ノースリーブで、肌が露出するため、校長先生のお達しで、長袖シャツを着たというエピソードも残る。1934年、三国高等女学校を卒業し、東京の実践女子専門学校国文化に入学するが、10月、実践女子専門学校を中退し、 三国高等女、学校研究家に編入する。女学校での学籍簿の備考欄には、貧困法制、思想堅固容疑端正未行条本言語明瞭、言動活発、優美、沈着、勤勉、恩順、誠実、責任感が強く方師心に富むと書かれた。女学校の同級生の階層にも、愛子さんを訪ね一緒に銀座を歩いたとき、 道行く人々が振り返って眺めたそうです。繊細優雅で愛くるしい要望が一目を引きつけたのでしょうというものがある。1936年、三国高等女学校研究科を優秀な成績で修了する。1938年、20歳の春に三国町立三国病院で肺結核と診断される。1938年神奈川県藤沢町、釘沼に 療養のため、母と共に転居し、1939年、神奈川県鎌倉市七里ヶ浜の鈴木療養所に入所し、気境療法を受ける。1940年1月、鈴木療養所にて、高浜巨子門下の伊藤白水と出会う。レント原室前でシャツを脱ぐにの難住していた、柏緑を横から手伝ったのが愛子であった。柏緑は森田愛子母子を見たとき、 ふと哀れを覚え、何か生きがいを与えられるものかと考え、自分に生きがいを覚えさせた俳句を愛子にも勧めた。愛子は、柏緑に弟子入りし、俳句を始める。愛子は、1940年5月、ホトトギス5月号に初入選。8月、玉も8月号に初入選する。1941年1月1日、柏緑と共に、高浜巨支度を訪問。 同年2月、サネトモキク会に出席し、鎌倉俳句会の松本隆星野達子らと交流し、次第に才能を発揮していった。俳句は次第に生きがいとなり、友人宛の手紙でも俳句を進めている。1941年9月、戦時中の物資不足などの影響もあって、父、森田三郎衛門の勧めで三国町鎌佐護の家に帰る。 草久に励む1941年に三国町に、転居した後も、同町内の坪内三沢や吉川吉孝と草久に励む。竹雄氏の佐賀ゆず主催のホトトギス系廃止、ハゼこに参加。1942年、鎌倉に住む柏緑がたびたび三国を訪問し、愛子たちを指導する。1945年2月に、柏緑は、鎌倉の鈴木療養所を退所し、 三国へ疎開する。はじめは、栄翔寺に下宿していたが、しばらくして、愛子の家に移る。愛子は、三国帰郷後も、区仲間と、区会や銀行を重ねていた。1942年には、皆吉総武、坪内三夫と東人坊、お島へ銀行する。愛子は、柏緑と共に、三好達寺、忠広和、畑中哲夫ら 当時三国にいた文人たちとも交流する。1945年、高浜巨子が、辰子、年男と共に三国を訪れ、伊藤白水、森田愛子、三好達次と愛子宅で区会、その後滝屋寺へ銀行する。この時、高浜巨子は愛子宅の2階の座敷を愛居と命名する。愛子は巨子について、私の阿弥陀様は、先生と書いている。 尊敬する存在であり、俳句だけでなく人生の詩であった。三好達治は、愛挙での句会の思い出を自慢と題して書き、愛子の我が家の対岸に来て春をしむの句を、なんとゆかしく勝者でユーモラスな句ではないか、と書いている。ただ広和も、三国へ疎開中のただ広和を、主人公として三国の文人たちとの交流を描いた、小説、三国章を書き、 愛子や柏緑も登場する。虹の頃と愛子の最後、愛子の病状が進むと、森竹はすでに戦争の影響で傾いてため、愛子の治療のために、柏緑は、新編のものを処分し、ロジノンを入手した。1943年11月、高浜巨子は各地の区会に出席するための旅の途中に、三国を訪れ、愛子を見舞う。 永平寺を参拝し区会をした後、虚子は愛子と愛子の母、柏は緑、坪内三竿を山中温泉、吉野屋での区会に招待する。その園席で愛子母子が歌い踊った。虚子は病身でか細い愛子と愛子の母が歌い踊るのを見て、涙が溢れてたそうだ。虚子は、吉野屋の箸袋に、不思議やな、何時が踊れば、が、遠なく虚子句を書いた。 山中温泉から巨子を鶴ヶまで見送る途中に虹が立つのを見たことが虹物語の発端となる。1946年8月には愛子の病状がさらに進み寝たきりになる。巨子は愛子を見舞い、虹の原稿を読み聞かせる。1947年4月1日午後4時50分、愛子は結核のため29歳4ヶ月で死去。愛子の墓は呪服時、 月葬寺、正海寺、高野三奥の院の四箇所にある。呪福寺の墓の森田愛子の墓という文字は高浜巨子が書き、墓標は高浜巨子の墓の方へ向けて建てられた。数年で木が腐ったため、石の墓を建てた、蔡の墓の文字は伊藤白水が書いた。愛子の命日である4月1日には、月葬寺、滝屋寺などにて愛子木が営まれる。正会寺、 森田愛国妃、川端康成は、1947年に発表した、高浜巨師、二次、愛巨において、偉いものだと思った。胸の澄む文章である。くらいの高い作品とはこういうのだろう。近頃のゴミを払われた。巨師史の写生文がこれらの作に行き着いたのだ。と評価した。また、高浜巨師の文化勲章受章祝いの際には、二次は、 戦後の文章の中で輝くものだと述べた、東人坊荒いそういう褒美畜碑。ありがとうございます。